どうもこんにちは。今日もまた赤ちゃん関係のテーマになってくるんですけども、話したいテーマが、母乳が出るようになった2つの理由というか、2つの習慣というか、2つのことについて話していこうと思います。まあ男の私が言うのも何なんですけども、まあ奥さんとちょっと話し合ったりとか、まあこういうふうにやったらいいんじゃないかなっていう、まあ自分が勉強したことなんかを奥さんにやってもらったりとかして、これがやっぱり効果的だったんじゃないかなっていうふうに思ったものを2つ選んでみましたので、それをご紹介していこうと思います。本当にまあ簡単なことの方が逆に効果的なんじゃないかなというふうに思います。結構母乳が出なくてまあ悩んでらっしゃる方多いと思います。で、実際うちも、第一子の時にはなかなか母乳が出ませんで、なんかの検査で病院に行った時に、まあ体重、子供の体重を測られて、このままだったらちょっと衰弱してしまうよとか、死んでしまうよなんていうですね、ちょっと心ない脅しなんかも受けながらですね、本当に困っていたっていう経験もありまして、第二子の時にはですね、そういう、まあ、感情をですね、持ちたくないという思いなんかもあって結構勉強しました。で、私もですね、そういう、まあ、出産関係のスクールなんかに行っておりましてですね、で、本なんかも奥さんが結構読んでくれたので、それと合わせていろいろ試して、見まして、まあ、今回は母乳がちょっとよく出てるなという印象があります。なので、まあ、そのケースとしては、まあ、正直2回目ですし、まあ、今回初めて成功したことなので、皆さんに当てはまるかどうかっていうのはわからないですけども、まあ、実際本とかで読んだ中でも、まあ、実際に載っている方法でもありますんで、お役に立てればなというふうに思います。で、母乳を出るための前提条件っていうのがまず一つあります。それはですね、お母さんの健康状態を良くするっていうことです。お母さんがやっぱり衰弱しているとおっぱいっていうのは出は必ず悪くなってしまいます。なのでお母さんの健康状態を良くしていく。ですから、まあ、出産後ですよね、やっぱり母乳を出すっていうのはやっぱり出産で体力を使っているので、それを、まあ、補充というか、しっかりとした休息を取らせてあげる。これは、例えば私のような夫の仕事でもあると思いますし、場合によっては、里帰りでご実家ですね、奥さんのご実家の方に、まあ、お願いするっていうことなんかで、まあ、クリアができると思います。で、休息に プラスして、考えないといけないのはやっぱり食生活で、やっぱりお菓子ばっかり食べてたりとか、揚げ物だとかスナック菓子とかっていうので、健康体っていうのを目指せないので、極力、まあ栄養バランスの整ったですね、食生活を送っていただくっていうのが前提条件にあります。で、まあでは本題に入っていこうと思うんですけども、まあ、第一ですね。まずおっぱいが出るためにはどういうプロセスが必要かっていうことなんですけども、女の人っていうのは結局、妊娠して出産したからって言っておっぱいが出るっていうわけではないようです。おっぱいが出る準備は体の中ではできているんですけども、実際おっぱいを、まあ、出るようにするためには、やっぱり赤ちゃん、がポイントになってくるようです。ですから赤ちゃんにおっぱいを吸ってもらうっていうことを、まあ、実際、まあ、やっていくことが一番重要になってきます。ですから、おっぱい、母乳が出ないっていうのにかかわらず、赤ちゃんにおっぱいを吸ってもらうっていうことが重要になるようです。これはその吸ってもらうことによって出すんですよっていう信号が送られて、実際おっぱいが出るようになるっていう効果とですね、その、
まあ、体の刺激という意味合いと、もう一つは、目で見る。お母さんが赤ちゃんを持っておっぱいを吸っているところを見るっていうことによって、あ、おっぱい出さないといけないなっていうのが、信号として送られるということみたいです。ですから、その、赤ちゃんに、出なくても赤ちゃんにおっぱいを吸わせるっていうことと、乳首が痛いっていうことであれば、本当にその、吸わせなくても、そんな、まあ、赤ちゃんを胸に近づけている状態で抱っこして、それを、まあ、お母さんが見るっていうことだけでも、効果的なので一度試してみていただければというふうに思います。ですから、まあ、赤ちゃんにおっぱいを吸わせるっていうことを、まあ、気をつけるっていうのが第1点なんですけども、第2点がですね、水分をしっかり取るっていうことなんです。母乳っていうのもですね、まあ、いろんな成分あるんですけども、まあ、詳しくはちょっと省略しますけども、要するに水なわけですね。大部分は水になりますので、水分をきっちりとお母さんが取っていかないと、やっぱり作られる量も増えてこないっていうことがあります。特に今みたいに梅雨だとか、夏だとかってなってくると、ほっといても汗がかいて、下手したら脱水症状なんていうのがもうすでにニュースなんかでも取り上げられている通りなんで、ほっといてもですね、水分不足になりがちな今のシーズンっていうのは、特に水分を意識して取っていくっていうことが重要になります。で、まあ、私の家ではですね、ちょっと、まあ、授業で習ったものを、まあ、食べるようになってから急に増えてきたっていう印象がありまして、その食べ物っていうのが、スイカですね。今ちょうどスイカがどこのスーパーでも並ぶようになっていますけども、スイカを、まあ、意識的に奥さんが食べるようになってからは順調に、まあ、出るようになってきたような印象があります。どうしてもその水は1日2リットル以上飲んだ方がいいとかっていうことは皆さんもよく、あなたもよく聞かれると思うんですけども、実際水だけ取るっていうのは慣れてこないとなかなか取りにくい部分でもあります。特に今、授乳中とかになってくると、まあ、コーヒーはダメだとか、コーラはやめとこうとか、そういうふうにしてダメなものがたくさんありますので、どうしても水とか麦茶とかですね、そういうふうなものしか、まあ、安心して取ることができない状態では、なかなか水分、水だけをごくごく飲むっていうのは難しくなりますんで、スイカだとかパイナップルだとかですね、そういう水分が多いもの、まあ、例えばトマトとかもいいかもしれないですね。そういうもので、水分を多めに取っていくっていうのが非常にいいんじゃないかなというふうに思います。ですから、赤ちゃんにおっぱいを吸ってもらう、それを見る、プラス、水分をきっちりと補給するっていうことで、うちの家では母乳がよく出るようになって、今ではその粉ミルクをもう本当に3日に1回 20cc とか 40cc とか、もう本当に泣いてる時にちょっと黙らしたいなっていう時ぐらいにしかあげなくてもちゃんと出るようになってきています。で、実際、うちは、大震の時は、まあ、不足して、まあ、医者に死ぬぞって脅されたりとか、そういうことなんかもあった状態ですし、実際も、夫婦揃ってアラフォーの状態で出産をしているんですけども、そういうふうに母乳はしっかりと今、出ている状態になっていますので、あなたも、一度、この方法、この2つの方法っていうのは非常に簡単な方法なので、試してみていただければいかがかなと思います。今日も最後までご覧いただきまして、本当にありがとうございました。それでは失礼します。さよなら。